長年園芸をやっておりまして、まあ、そこにもともと洋蘭を農園でやってますので、まあ、生まれた時から洋蘭がすぐ身近にあったと。でその洋蘭園そのものは私のおじいさんが、75年ほど前、もう76年ですかね、今年になりますとほど前に始めまして、最初は皆さんと一緒で趣味で、10年ぐらいやっていたのがいたそうです。で66年ぐらい前ですか、その頃からまあ商売ということになりまして、今千葉の市川というところで、主にカトレアを作ってやっております。木桶ですね。でその下にミカステが育っている。でこの辺からが先ほどの鉢を見ていくといかに苔が生えるか。でなんでこんな苔が生えるかって言ったら水いっぱいかかってるから。これ人工的に水をやるわけじゃないですね。やはり毎日雨がいっぱい降る。で湿度がこうムンムンムシムシしているという場所なんです。でこういう中でもう株リカステのバレボコにありますけども、株もこう埋もれんばかりに苔がある。ですから皆さんもこのリカステがあるんですけど、このようにリカステはカンカンベリがね、あまり好まない植物。で皆さんこのリカステね、楽しみたい方はもうこちらでしたらいいのがいっぱい手に入ります。ぜひね作ってみていただきたいと思います。で今度は場所変わりまして同じガテマラです。カリブ海側の方に行きますと海があったり湖があったりするんですね。その水辺に行くと必ず生えてるランというのが、この写真ではちょっと分かりにくいんですけど一応ポイントしていますね。この辺でこの後大きい写真も出てきます。でここはこういう運河地帯でね、周りはもうジャングル。でこの水辺の木、このなんて言いますかね、水の上にこうせり出した枝がありますが、こういうところに畑になっています。で、まあ、中には自分の畑の中に少しこういう木を残している方がいて、そこに行くと見られるというもの。こういうところですね。これ登ろうって言ってもそう簡単には登れません。これ先ほどの見ていた上の塊ですね。大きな塊、幹をぐーっと囲むように育っていますね。で、この辺りくらい